聞く、俺だけじゃないですよね、みんなに聞くんですよね。プーさんとかやっぱいいですけどね。やっぱカイロレインやらせていただいているんで、はい、そうですよね。やりたいですね。ミスターポテトヘッドとか。ミスターポテト。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズなど別の作品の世界を体験できるとしたら、森田さん、どの世界に行きたいですか？いや、俺か、これ俺だけじゃないですよね。みんなに聞くんですよね。これみんなにってなったんですけど、今ここに僕の支配者がいるんですけど、いや森田さんに突き押しでお願いしますって。いや、どうでも プーさんとかやっぱいいですけどね。やっぱさっきぬいぐるみみんなもらって、まだ袋開けれてないんですけど、プーさんは共演してみたいですよね。共演、はい、もう共演してみたい。共演、はい、共演してみたい。そうですね。みんなでもプーさんだと思いますけどね。いや、結構意外ですけど、ね、意外かな。意外ですね。津田さんはいかがですか？僕、カイロレインやらせていただいているんで、はい、そうですよね。スターウォーズに、やはりスターウォーズ、はい、ね、ですね。はい、ね、やりたいですね。だからやっぱりなんか津田さんはシーンにおいてはその顔が見えないっていう役をやはりこう上手に声を当てられるからなんですかね。そういうご縁が多いですよね。 そうですね。その時もご一緒させていただきましたけど、はい、はい、ありがとうございます。僕はもう個人的にじゃ好きな作品で、はい、ピクサー のトイストーリーですかね。あ、トイストーリー。なんかおもちゃのおもちゃのあの世界っていうか、なかなか行ったら楽しそうだなっていう。行くだけでいいですか？できたら誰演じてみたいとか。演じるですか？ミスターポテトヘッドとか。ミスターポテト。なんか可愛くて、なんか部品取れちゃって、探すのとかもなんか。でもなんかウッディとかお似合いそうだなっていう感じはしますけどね。まあ、僕はまあポテトヘッドで。私すごくスターウォーズが好きなんで、はい、スターウォーズの世界に行ってみたいなと思います。わ、なんか好きなキャラクターとかいるんですか？スターダース・ベイダーが好きです。ダース・ベイダーが好き、はい、なんかもうちょっとなんかディズニーのリトル・マーメイドとかそういう世界がお好きなのかなと思ったら、スターウォーズが好きなんですね。はい、僕も完全アラジンですね。もう僕に似てるっていうのと、まずその中二病心をくすぐる、完全にやっぱカーペット乗って空飛びたいし、はい、もう完全にアラジンの世界には僕は絶対に行きたいな。似てるっていうのはジニーにってことですかね？出てくるキャラクター、まあ、アラジンそのものに、はい、アラジンそのものに僕はやっぱ近しいものを感じてるので、はい、やっぱアラジンの世界に飛び込んで、やっぱこう友達だったりとか大切な人とカーペットに乗って、やっぱこう自由ままに生きていきたいな。カーペット乗りたいですね。はい、でもなんかたくさんお話をされるっていうところを見ると、なんか青く塗ったらジニーにもなれるかなって、ちょっとごめんなさい思ったりもしました。失礼いたしました。